どうも、エルザです。それでは、ラストアース。ラストオブアースだね。パート2やっていきたいと思います。アビーの幼少期に入ったみたいなんだけど、ま、顔はそのまんまって感じだね。パパ？さて、父親を。探してるらしいけど、いないね。パパ！どこにいるの？動物園？そうだね、動物園っぽいね。さすがにこんなところにいるわけないから。あ、こっから入れるね。おお、びっくり。ディスか。でもいないしね。入ってませんか？まあそんないたずらしてもね。あんな中入ってる人も最悪やわ。となるとこっち？あ、ほんとだ、足跡だ。いや、でも鍵かかってるね。こっちだ。パパ！それじゃあ、どうやってフェンス越えようかな。あの屋上に登ってみる？そうだね、屋上登ってみる感じだけど、椅子乗って？あ、ではない。これだよね、これを使わないといけないんだけど、あ、わかった。右側出れるね。で、割る。やったね。コインゲット。何のコイン？1978年。コインってエリー編ないよね。あったのか。あったらあったでちょっと残念すぎるんだけど。登って、さてと、上出来。あ、やばい。アビー、お前泥だらけになってるぞ。パパもね。え？ほらそこ。ね、あのね、パパがいなくなるたびに私が怒られるんだよ。またまた。みんなパパのこと心配してるの。ここは安全だよ。パパ。アビ、この森のすぐ先にあの子がいるんだよ。だから。じきにお産なんだ。様子を確認したら戻るよ。約束する。ならさっさと済ませよ。ほーら、かわいい娘の護衛付きだ。どうしてここに？オーエンがバラしたんだろう。責めないであげて。どうやって聞いた？オーエン。別に普通に聞いただけ。あれ、オーエンってさっき水族館で会った人じゃない？
ねえ、これ見て。おい、すごいな。1978年。それはまだ持ってないな。あげるよ。もう二度とこんなことしないって約束するならね。よし、約束だ。信用できない。破ったことあったっけ。ほら、捜索再開。パパ、急かさなくてもすぐに応援に会えるよ。今なんて。別に、ただよく一緒にいるなと思ってね。最近特に。もうやめてよ。いつから気づいてたの。父親だぞ。何でも知ってる。二人ともパパの前では必死に目を合わせないようにしてることとかね。かしこまっちゃって微笑ましいね。この話やめ。それに笑いが絶えない。だってあいつ本当バカだし。おかげでパパにもすごく親切だよ。嫌われないよう顔色を伺って。もしかして弱みにつけ込んでるの。パパが。まさか。ああ、見よう。そういうことか。痕跡だ。じゃあ応援はそもそも他にもないか探してみよう。アビーが好きだった人。さりげなく追跡の練習させてない。まさか効果あり。でパパは見つけたよ。そうだけどズルしたろ。あらゆる手を使えって言ってなかった。へえ、ちゃんと聞いてたのか。たまにはいいこと言うよね。じゃあ応援がアビーとできてる可能性があるわけだよね。でそれと一緒にと女性妊娠してた人が誰だ、誰と関係があったんだ。そこが分かると。うん、まだまた分かりそうな感じだけどね。さてさて、何もない感じかな。全然。いや、なんかこれは。ねえパパ、なんかあったよ。大変だ。もうお産したのか。ほら、2頭の足跡だ。今の。あの子だ。行こう。なんかヤバそうだね。ああ、苦しんでる。あの牛。ほら。パパ待って。感染者がいるかも。ここにはいない。迷い込んでたら。銃は。なぜそれがわかる。もちろん。なら死んだ。ああくそ。アビー、何。え、罠か。針金を切らなきゃ。大丈夫、怖くないよ。ほーら、傷つけたりしない。いいだよ。あ、くそ、食い込んでるな。よし、アビー、おいで。ほら、押さえてる。わかった。よし、暴れないで。いい。先生、先生、いるんですか。応援、ここだ。は、君も一緒に押さえてくれ。今すぐに戻る。応援、押さえて。早く。後ろ通るぞ。よし、掴んだか。はい。よし、いいぞアビ。慎重に。もうちょっと。よし。おお。何なんだよ。みんな探してるんです。今すぐ。ちょっと先生。パパ、どうかしたの。おい、
みんなよくやったな。あの子が見つかりました。どの子だ？マーリンの話してた子です。おトンネルで見つけて、腕に古い髪跡があるのに感染はしていません。ありえない。もう検査は始めてますが、先生がいないと。パパ行こう。金は脳と同化してる。選択肢はない。何か方法があるでしょう。サンプルの採取は宿主を破壊してしまうんだ。宿主？あの子は人間、実験道具じゃないのよ。私だってどういうことかは理解している。なのに殺しても平気なの？そうじゃない。でも大勢の命を救うワクチンができる。もっと些細なことで死んだ奴もいるだろう。全て望んだしよ。これは相談？それとも単なる報告？君の同意が欲しいんだよ。これがアビーだったら？これまでの私たちの大義や多くの犠牲、おぞましい行いのすべてが報われることになるんだぞ。これが自分の娘でも同じことが言える？アビ、夕飯持ってきた。どうもありがとう。なあマリン。やって。ありがとう。ジョエルに言わなくちゃ。なぜだ？あの子と国を横断してきたのよ。知る権利がある。成功を祈ってるわ。パパは間違ってない。これが私でもパパに手術してほしい。マジか。じゃあ、手術最初にしてた男性の人が、ドクターが、アビーの父親だったんだ。顔が出なかったから初めて見た人だったけど。じゃあ、やっぱファイアフライの残党で、っていうとこだね。で、マーリーも、ちゃんと交渉してたんだね。ここまで来てたことに対して。
毒に落ちねえ。全部殺してやる。おい、何してんだ。マニ、後始末だ。待てよ、狙いは奴だけだろ。こいつら生かしといたら危険だろ。ああ、そうかい。そうよ、証人は残せない。殺せば俺たちも奴と同類だ。こいつらが何かしたか。ああ、俺の顔見ろよ。ちゃんと2階で見張ってりゃ、その可愛い顔も無事だったろうな。どけよ。下がれ。やめて。何のか。下がれって言ってんの。もうやめたい。そうだ。撃ってみろよ。やめな。もう終わったの。そしてシアトルになると。はあ、あの後シアトルに行ってたんだ。1日目。アビ。おい。落ち着けて。お前大丈夫か？平気。何？ずいぶん探し回ったぜ。召集だ。アイザックが騎士に来いってよ。は？冗談でしょ。マジだ。ほら急げ。今行くわけ。ああ、バマノス。わかった。な、首痛っ。さあ、これで本格的にアビー編のスタートになったわけか。ああ、今度は誰？例の調理場の子？いや、お天気姉ちゃん。山からご帰還。ああ、科学者の。やる？それが、仕事大好き人間でさ。ペラペラ嵐の話ばっか。ずっとだぜ。で、よかったの？ああ、抜群。思い残すことはないね。だろうね。あの子で手を打ったら。そう思ったんだけどよ。俺って懲りない男でさ。もうすげえ訓練してんだ。ほんと軍隊みたいだね。しかもさ、アービーも確かに子供の時は華奢な感じだったけど、やっぱ鍛えてるだけあってやばいね。ハントレスみたいな感じだもんね。すげえな。ちょっと親父と話してくる。飯取ってこい。うん、分かった。コンピカンテなやつ頼むぜ。わがまま言わない。コンピカンテなんだろう。はあ、なんかすごいね。まあ一つの町と言ってもいいぐらいの。ひって、アビ無視かよ。ん？どうした？ああ、お前か。ごめん、冗談。気づかなかった。お前もセレベナに来んのか。マニーと基地に召集された。セレベナで何すんの？ホテルと学校の撤収作業、物資回収して全員基地に戻れって。マジで？あんだけ苦労したってのに今さら退却かよ。まだわかんないでしょ。ま、リアがテレビ局から戻ってこられっか。その通りね。行かなきゃ。生き抜く力を。そして安らかな死を。あれ、また行った。あれ、話せない。こんにちは。ああ、アビー。調子は？最高だよ。アビーからもこれを何とかするよう言ってくれ。ああ、それは無理。似合ってんだろ。テベソオリーブレベノ、そろそろ行くか。こいつを頼む。もちろん、任せて。親父さんそっくりだったね。あー、ってことはアビーはこの中でも優秀な部類だったんだ。
いや、こっちではない。さすがに入れないか。あれ、ここではない。こっちでもない。どこどこどこ。今日のメニューは？またブリトー。そっか。アビー、何してんだ。なあ、セニマスプリセットメタルプリラ。ちゃんと並んでよ。何ふざけんなよ。ちょっと。ちゃんと列で待ってねえのかよ。基地に行くんだ。いいだろう。マジで恥ずかしい。いい子多いし、戻しなよ。絶対切れんなよ。メルも連れてく。何？バックパックは部屋か。あんたどういうつもり。お前らのこと心配してんだよ。正直うんざりだしね。私が来るって知ってんの？もちろん。平気って言ってた。ああ今の嘘くさいんだけど。なまったんだよ。ほら気にしすぎになって。ああじゃあメルはあれだよね、あのお腹妊娠してた子だよね。どうだい、メニーの子でもアビーのことは嫌ってたから。気まずい気分にさせて楽しんでんでしょ。あのな、歩み寄るきっかけ作ってやってんだろ。ジャクソンの後ほとんど口聞いてないんだよ。今さら全部水に流せっての。そうじゃないけど、腹割って話せよ。メールだってジョエルを恨んでたくせに。けどあいつは俺らとは違う。あんなことしたのは初めてだろ。あのね、何度もスカー殺してるでしょ。ジョエルの時とは違う。俺らは兵士だけど、あいつは医者だ。なあアビー、仲間だろ。俺のためにも頼むよ。努力する。そうこなくっちゃな。あの子医者だったんだ。ああじゃあこう殺生に関しては確かに恨みの対象だったとしてもってことだね。でスカーに関してはもう仕方がなくっていう感じだったんだろうね。でもああいう最後を迎えてしまったと。支度しろ、メル呼んでくる。うん。仲良くね。うるさ。あ、やっぱそうだね。やっぱ実質があるってことはそれなりに位が高いんだ。後でいいか。科学者ね。もしもし、いけるか。うん、お待たせ。メル、どうも。任務に出ていいって言われたの？ギリギリ。言えば残れるでしょ。そうだけど、じっとしてるのは嫌だし。オーエンはいいって。なんで彼が決めるの？アリス拾っていかなきゃ。今のは不合格。あ、じゃあオーエンの子か。応援となんかいい感じの話だったけど、ちっちゃい時。まあ大きくなったら変わるよね。あーそっか、1アトリ1日目ってことは、エリーが1日目あのオープンワールドっぽい感じでいたところでね、廃墟だよね。あそこにいる時の話だとして、ってことはそもそも時は流れたけど、妊娠しても
もう、ま、そろそろですよっていう時に亡くなったんだ。はあ。なあ、戻ったら親父の様子見てくれるか。なんてか調子が悪そうで。悪そうって？手首に激痛が走るって言ってたよ。スプーン持つのもやっとだ。鎮痛剤持っていけるかも。オーウェンと96に移されたんだって。ええ、そう。いいとこや。若い家族も多いし。赤ちゃんのこと楽しみ？子供たちを見てると、そうね、ワクワクする。すげえ。ジャクソンもすごかったけど、こっちもこっちですごいね。アリーナをもう拠点にして。赤ん坊の鳴き声ね。すげえ。まだ戻ってきてないの。ダニーと任務に出ていて。ダニー？うわ、かわいそう。ええ。うわ、すげえな、栽培してるし。ああ、すごい。家畜もいる。いや、こっちの方がすごいね。復讐に燃えなかったら、全然こっちの生活で満足できたんじゃないの？でも、アイザックが肝なのかな。復讐に関してはね。中で遊んでるよ。どうも、アビー、アリス連れてきて。アリス、あの襲ってきたワンちゃんか。アリスおいで。ごめんね。おてんばさん。ほんとお前かわいいな。あんたの唯一の理解者。嫉妬すんなって。アリス、トラック乗りたい。よし行こっか。あ、かわいいなお前。元気でや。わかった。今回は特別ね。いい子だね。よしよし。めちゃくちゃ可愛いな。猫早けどこれは。はい、行け。あー可愛い、可愛いな。いやーごめんねー。まあベアベア、もう一回ね、もう一回だけね。はい。もう行かないと。じゃあね。わあ、なんかかわいそうになってくるな、ワンちゃん。あれいたよ、この女ったらしく。何しに来てたの？アイザックに会いに。ほんと孤独な役回りね。気に入ってるっぽいぜ。石油のこと聞いてみろよ。戦う必要がないのは羨ましいな。ああ、戦うのが嫌ならね。私は戦わないで家族と過ごしたい。スカーゴロジが恋しくなるぜ。ありえない。俺には耐えらんない。アビーじゃない。元気？ウルフね。安らかに眠れと。パッド。よ。でも、こんだけ、整ってたら、ルールは必要だわ。じゃないと成り立たないね。もう一つの都市と言ってもいいぐらいの規模は。いつものお願い。ほらよ。東です。どのトラック？S24 だな。サブマシン、いや、アサルトライフルか。いただくぜ。サインしとけ。頭ぶち抜くぞ。どうも。生き抜く力を。そして安らかな死を。おお、発砲練習。ウォームアップしてな。するのか？いやいや、ウォームアップできるぐらいの。俺と腕比べしようぜ。負けたら部屋の掃除。おー、悪くないね。じゃあ資材があるってことやな。受けて立つよ。うわ、すげえ、そりゃ軍隊やわ。やっぱ
あ、また、またボタンが反応しねえよ。マジでそういうのやめてほしい。まあ、こんだけ抜きゃ頭しか狙ってねえ。次は俺がその銃使うからな。へえ、銃のせいにするわけ？そういえば食器が山積みになってたっけ。おめえ鬼だね。そうだ、服も畳んどいてね。まあ、十分。基地に向かおう。いや、足りてねえ。ライフルやねー。はあ、もうこれバッグに詰め込めばいいのに。ほら、おいで。いいかね。会いたかった。でもほんと舞台だね。妊婦は妊婦だよ。風に当たれんだろ。ゆっくり話せるし。グラシアス。すげえな。ちゃんと眠れてるの？薬局から薬もらってくるか。平気。遠慮しないで。消耗すれば寝られるし。任務を追加で受けてるな。オーウェンのそば。何それ。別に。まあやっぱ復讐であれはいい思い出ではないんだ。肉だ。S24、肉へ向かう。息抜く力を。安らかな死を。不可情がやられた。だね。取り戻す予定はないの。アイザクが後回しだって。サケも十分連れてるし。オーウェンもそうって何が。ああ、もう2週間会ってないの。はあ、書きのある任務を受け続けてる。あの人あなたに何か言ってなかった？あいつとはこの前食堂で見かけたけど、お互い避けたんだ。ジャクソンのことがきっとショックだったでしょう。やば、スカーか。はい。あ、マジか。で、次は前か。むずい。ドン。めっちゃ大変じゃん。やばいやばい。
これはやばいね。マジムカつくぜ。基地までどれくらい？まだ遠い。ここは危険だ。長いぞ。よしよし、ちょっと霧がいいんで今回ここまでにしよう。やっべえな、この顔、この顔やっべえな、鬼やもんね。まあまあまあ、ということで、今回ここまでとなります。動画を見てる方はここまで、ノーカット版はまだ引き続きしますので、楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、まったねー。